します。この後ですね、初大ドアーズさんに移動して、のぞみが、最後のライブを、あ、のぞみがじゃないわ、のぞみと私はやめないです、のぞみがやめるのでラストライブを初大ドアーズさんにて、やらせていただきますので、ぜひね来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは、最後の曲聴いてください。立とうぜ、よし行くよ。それでは最後の曲聴いてください。ウルトラメガトン大好き、イエーイ、私も大好き。だから
私だけ見つめてよ、束縛されたいのねえ、見つめてよ、独属したいのよ、あいつの仕草を丸暗記、恋の実力試験、したいのよ、カンニングだけはカンニング。
会いたくて、ただ会いたくて、夢中で駆け出してた待ち合わせの場所で、彼が待っている、花束を抱えて。続き
何のより告知しないと。次ハッサイド、あ、そうハッサイド2回目のね、うん、多分時間ないね、頑張ろう頑張ろう。それでは3曲目に行きたいと思います。立ってください。それでは聴いてください、君が輝ける場所。君だけができること君しかできないこと、この星にはあるはずだよ、君が輝ける場所。私たちこの曲でラストです。皆さん最後まで一緒に盛り上がっていきましょう。君はどうしてうつむいてるの、君に涙は似合わないのに、思い通りにいかないことを悩んでいても始まらない、君が君のことを信じてあげなくちゃ、君の物語は幕が開かないよ、君だけができること君しかできないこと、この星にはあるはずだよ、君が輝ける場所、君のこと待っている人が必ずいるよ、きっといつか見つかるはず、君が輝ける場所。
「いつか辿り着いた未来の空」
がとうございます。ありがとうございま す。はい、お次のアイシンクのライブはですね、4月4日日曜日、読売ランドランランホールさんにてライブがありますので、もしよかったらっていうか絶対来てください。よろしくお願いします。お願いします。アイシンクこの後並行物販になってます。新規の方はね500円で各メンバーチェキが取れますのでやったー。ということで、もしよかったら物販の方も遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、以上私たちアイシンクでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
ロマンチックに生きてみたいの、月9のヒロインみたいに、恋に浮かれたまま君へふわり飛べたらいいのに。ロマンチックまだ似合わないの、スカートの裾を持て余す、大人はもう少し上手に言えるのかしら。I love you、 憧れ、ロマンチック
UB 東京にお集まりの皆さん、こんばんは。私たち 3J 候補生です。よろしくお願いします。それでは自己紹介お願いします。オレンジ色担当、黒崎リアンです。紫担当、葉月ラムです。水色担当、日向奈緒です。黄色担当、愛希です。はい、ここでですね、皆さんにお願いがあります。次の曲でグーサインをする振り付けがたくさんあるので、皆さん一緒にグーってしていただけると嬉しいです。皆さんで一緒に盛り上がっていきましょう。それでは次の曲聴いてください。大丈夫、ほら笑っていつだって僕らのままで、何があっても大丈夫、くせけなってうまく活かして、 Brand new style、 リップの赤がちょっと濃いかな、問題ないよ、 It's my style、 That's alright、 ダメなとこなんてないよ、 Yeah so good、 どこから見たって OK、 Don't be shy、 至らないわチャームポイント、アナキの途中でに決して振り回す、染まれ南風揺れるグリーン、浮き輪なしのビーチ
色に染まれ、メロンソーダ光るゼリー、麦わらと波風、Welcome to summer show。 あの日こそに流した涙、潮風にシュワシュワ溶けていた。ありがとうございます。ありがとうございま す。それでは以上、私たち水星候補生でした。ありがとうございました。私たちは全員ツイッターやっています。ぜひ 3GA とつぶやいてみてください。ありがとうございました。じゃあ最後盛り上がっていきましょう。いくぞ。
かしく見るためにシュークネクネクシュークネクネク私の言葉をシュークネクシュークネクシュークネク離さないでね遥かの腕の中にいると女になった気がするのその気持ちはあなたにも伝わるでしょうが終わると別々に帰りいつもの場で待ち合わせ待ってる時間が長く感じるが楽しい時間が都合まるあなたと一緒にいられる時間は仕事帰りの 2,3 時間私が酔ったふりをしてもあなたは時計を気にしてた12時過ぎると席を立ちあなたは急いで帰っちゃう私を残して振り向かず家族が待ってる大興奮あなたを困らせるつもりなど全然あるわけないけれど帰り際もう少しでいいからもっと抱きしめて抱きしめて私のことをもっと抱きしめて抱きしめて離さないでね止めないから二人で一緒にいるときは嘘でもいいから私だけ抱えていてね私からの手にコールしてねみんなの勝ちどこの世界でも男たちは初めての人を見るときは顔を見るよりもまずは初めの胸の恋に視線が行くのどこの世界でも男たちは大きな胸に憧れる今にも胸元が振り下げそうな大きな胸に惹かれてく自分で寄せてあげてみてみても別に誰に見せるわけじゃなくても大きな胸で街を歩けないいい加減にして女の価値だけれどそれだけじゃない一番一番一番大切なのが全てを愛していく心なのどこの世界でも女たちは人の
視線が気になるの。化粧をするだけじゃ物足りなくて、自分の顔に金かける。人より綺麗になるためにエステ通って写真入れていく。日が見そうし2月もおまでいい加減にして。女の価値は顔だけじゃない。綺麗になることは大切だけど、とてもとてもとても大切なことだ。誰よりも優しい心だろう。ありがとうございます。改めて SUB 東京2部にお集まりの皆さん、こんばんは。声出せるから声出してこんばんは。はい、水森優奈ウィズツルピカリンのサッキーです。よろしくお願いします。はい、今日はですね、相方さんがいないのはなんと川崎でジャガー横田さんと戦ってきたんですよ、プロレス。イエーイ。はい、さっきまでね、私も川崎で応援してきました。はい、言ったメンツが何言っとるか。はい、というわけでね、そんなね、私たちグループなんですけど、ゆうなさんがプロレスやってるということで、プロレス系のソングも結構あります。というわけで次はですね、そんなプロレスとか頑張ってる人にちょっと応援ソング持ってきました。なので皆さん、サビ一緒に腕を上げてください。それでは最後聞いてください。立ち上がれ。
から1点だけお知らせがございます。今日の25時35分から東京 MX の2チャンネルで私たちが出演しているドラマ東京コンフィデンシャル4の放送が決定しております。こちらですね、なんと MX がお家で見れないという方も朗報で、アプリ携帯のアプリで MCAS というアプリから MX のチャンネルが見れるようになってますので、よかったら深夜遅いんですけど見てほしいです。お願いいたします。はい、というわけで以上サッキーでした。ありがとうございました。この後10分後ブーパンです。遊びに来てね。